はい、茅野市では無料でウッドチップを、もらえます。今こう来てここでこれですかね。ウッドチップ、ウッドチップよりなんかすごい細かい感じしますけど、ここから取っていっていいんですかね。こっちの方が乾燥してるのか。こっちは木ですね、なんか。ちょっと、はい、取っていきたいと思います。でも、これが、全部取ってっていいってことですよね、多分。まあ、こんなゴミ袋一杯分ぐらいですけど。はい、何かの参考になれば幸いです。